一般的な滑り台滑り台とは、公園によく置かれている遊具、または、非常時の避難器具の一つである。遊具として用いられる場合は、高所へ上がり、そこから滑り降りて楽しむ。避難器具として用いられる場合は、高低差のある場所を迅速かつ円滑に避難させるために用いられる。梯子や階段などで上へ登り、登ったところから斜面を座って滑り降りるものである。 住宅地に作られた公園では金属製のものがよく見られる。屋内用用児向け遊具としての滑り台はプラスチックで作られることが多い。種類によっては滑り面が波打っているウェーブスライダーや全体がトンネル状になっているトンネルスライダーもある。変則的な振り方に立ったまま滑る、腹ばいになって滑るなどがあるが危険な滑り方である。また、滑り板を駆け上がろうとした。 際の事故例などの報告がある。滑り台の設置、管理においては突起物や隙間への対策や安全領域内の衝撃緩和措置などが必要とされる。旅客機の脱出用スライダー、埼玉県宮城町にある宮城町立百軒小学校の滑り台は大正時代に築造され、その文化的価値から2020年に国の登録有形文化財に登録された。 ありがとうございます。